牧本浩二は日本の官僚、宮崎県副知事、内閣官房内閣審議官、林野町長官等を経て、農林水産省農村振興局長、東京都出身、東京大学法学部在学中は緑の会に参加し、山中トラブンの地遇を得た。大学卒業後、1985年、農林水産省に入場し、 鹿児島県機械庁や兵庫県農林水産部勤務を、はじめ、総合食料局食品産業振興課、外食産業室長、生産局畜産部食肉系卵課長、林野町林西部企画課長などを歴任した。2011年2月17日付で農林水産省大臣官房付に移動。2011年3月2日、宮崎県の副知事に巻元を当てる。 人事案が県議会の賛成多数で可決され、牧本は同日付で農林水産省を退職し、翌3月3日に副知事に就任した。宮崎県の副知事は、2010年10月に河野春氏が知事選出馬のため辞任して、以降空席となっていた。副知事としては、2010年に発生した皇帝駅の流行からの畜産業の復興に尽力した。 二年後に農水省に復帰、2018年林野町長官に就任、2019年農林水産省農村振興局長に就任、お参照。ありがとうございます。